行できる、素晴らしい。言ってもらったのについてなかった。残念。なんか夜も美味しそうじゃない？って来たことあるんだけど、夜も。でも持ち帰りもやってる。いいね。どうしよう、私ナシゴレン。あと五目おかゆで。五目おかゆ。パクチーつけたりすることって可能ですか？少々お待ちください。作れられるのかな？ね、つけられた。デザートはどうされますか？デザートがつくんだ。マンゴープリン。あ、私もマンゴープリン。マンゴープリンは2つ。で、あれじゃない？あれ、飲み物つけようよ。お。いやですね。私、アイスコーヒー。じゃあ、ハッシュ。アイスコーヒーと。なんかすごい健康志向じゃない？おかゆにハッシュにって。食後酒。かけるの？どうしよう、かけようかな。すごっ、ナシゴレンもすごいでか。ナシゴレンすごい。おかゆどうだった？美味しかった。あれ取れるの？イエーイ。美味しかった。美味しかった。すっごいちゃんと取ってるもんね。背中にさ、かりそうってさ、うん、いただきます。めっちゃ暗い。いただきます。うちんだけど。これじゃないのね。これなの？わかんない、やってみたら。どうなんだろう。いただきます。ボル塾っていうさ、3人組知ってる？うん、ボル塾の動画見てます。ボル塾？うん、今長期展示テレビめっちゃ出てる。ボル塾は、うん、ひらがなでボルで、学習塾の塾でボル塾。超新塾みたいな感じ？超新塾みたいな感じで。冷たい。下っ壁？虫歯かな。下っ壁。なんかだって YouTube 見てると視覚過敏の人めっちゃ多くない？そんな話知らない、うん、めっちゃ多いよ。みんなガリガリ君食べて。はそう、クリームが美味しい。喧嘩をしている4人でしょ。喧嘩をした。はい、ということでですね、
今年の夏は例年とは少し違ってお祭りやイベントは全て中止となってしまっているために、私たち政治家もいつもとは違った夏を過ごしています。基本的には外でお打ち合わせを短時間でさせていただいたり、デスクワークも在宅や地元の事務所でさせていただいております。今回はですね、久しぶりに小学校の同級生とランチを食べることができました。また小学校3年生の双子の甥っ子と姪っ子の宿題も見たりと、この連休を有意義に使っています。皆様もどうか熱中症に気をつけてこの暑い夏を乗り切ってください。ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。